小笠原です。小笠原出てきました。ジャイアンツファンの大きな声援に後押しされまして、左のバッターボックスに向かいます。背番号2、古巣日本ハムとの対決になります。まず勝負は江川さんどうでしょうか。まあ、すると思いますね。勝負はする。小笠原が決めるのか。ノーアウト2塁3塁、内野線見ました。金本さん、はい、17年目39歳、はい、苦しんできた小笠原です。そうですね、まあ、39ですか、はい、まだまだいきますよ。まだまだですか、はい、今年40歳になる小笠原道博、ワンボールからの2球目を待ちます。あ、ファウル。このケースは、はい、外野手はツーアウトランナー2塁のサヨナラのケースよりね、はい、ぐっと前に来るんですけどね。ノーアウト2塁3塁です。もうタッチアップでサヨナラじゃないですか、はい、その位置から取っても三塁ランナーは坂本、補填ヒットを防ぐために、はい、もうかなり前に来るもんなんですけどね、その守備範囲の広さにも自信があるということでしょうかね。その前に出てきて取って、いやバックホームできると、どうですかね。補填ヒットを防ぐっていうのと、もう、はい、あの位置から定位置からもうさせないじゃないですか、うん、させないですか。もともとピッチャーだった中田翔、そして強肩の陽大が、さらには大谷翔平という外野陣。さあ追い込んだ増井、2-2。ここまで金本さん、すべてストレートですね。そうですね。小笠原のそのスイングどうでしょうか、そのストレートに対して。いや、心理ですか。もうどうもう打ちたいでしょうね、うん、心理は。打ち上げて、これ金本さん、はい、まあ、増井には落ちるボールがありますが、ずっとまっすぐできてますけども、ます、ね、まあ、バッターとしてはやっぱりそのまっすぐを、に対して力負けしないようにっていうのがまず第一なんですね、はい、こういうピッチャーは。しかしやっぱフォークがありますから。そうなんです。まっすぐに振り負けまいとしたら、やっぱりフォークは振り空振りしやすくなりますよね。どこまでこの増井、鶴岡のバッテリーが続けるのか。ストレート、すべてストレート。これ江川さん、最後までまっすぐですか。いや、もうそろそろ僕は落とすと思いますけどね。そういう頭の金本さん、小笠原がやっぱフォークとストレートというのも両天秤になりますよね。9名変化球、小笠原もよく見た。これ江川さん、スローがどうですかね。ちょっとフォークが抜けましたかね、今ね。でもね、これでもうバッターの頭はストレートの方に強くなりますから、はい、そうですか。フォークがいいとこしたらもう絶対振りますね。なるほど、逆にバッターは振るかどうかだけだと思います、フォークだったらね、もうね。小笠
小笠原がその間を嫌いました。唇が乾いてきました。マウンド上の増井、ドームに備える大谷。それ当たった。さあ大谷だ、大谷下がる、大谷下がって入った。なんとサヨナラホームラン、小笠原道大、実に2年ぶりのホームランはサヨナラホームランになりました。今ホームイン、ライト大谷の頭上、ジャイアンツファンで埋まるライトスタンドに消えていきました。小笠原道大、自身3本目のサヨナラホームラン。ジャイアンツ延長11回サヨナラ勝ちです。いやー金本さん、はい、小笠原がやりましたよ。小笠原らしいホームランですね。そうですか、はい、らしいらしいですね。最後江川さん、まっすぐ振り負けませんでしたね。見事ですねこれね。昨シーズンは1997年以来15年ぶりに小笠原はホームランがありませんでした。2年ぶりのホームラン。キャンプ途中に折れたバットが左手に当たり、左手の人差し指15針縫うという怪我がありました。これからという時に怪我があって戦列を離れました。戻ってきた39歳、この後お立ち台に上がります。